どうも皆さんこんにちは、チャックバズです。今私はイギリスロンドンに来ております。ヒルトンパークレーンホテルに1泊滞在してチェックアウトするところでですね、前回一度動画区切らせていただきましたので、その次からですね、ぜひ楽しんでいただければなと思います。それでは本編の方をどうぞ。では行きましょう。忘れ物平気だな。はい、ということで、よいしょ。いやー、めちゃくちゃ良かったですね、ここのホテル。もっとゆっくり宿泊したかったですね。ということで、パディントンまでタクシーで行って、そこから、ヒースローエクスプレスね、はい、前回あれしましたけど、ミスりまして、チケット無駄にしたヒースローエクスプレス。まあしょうがないですね、はい、旅にはこういうこともありますね。せっかくペイパルで払えてテンション上がってたんですけど。はい、ということでチェックアウトしていきたいと思います。では無事チェックアウトすることができました。なんかね、カード入れるだけでいいみたいですね。私が並んでたらね、カード入れるだけでいいよみたいな感じでホテルの方は教えてくれました。ということで、はい、ウーバー呼びましょう。じゃあウーバー頼みました。到着したっぽいですね。枠に来たの FL22CK。 あ、合ってる。 Thank you。 No worries, no worries, mate。 では乗車できました。パディントン駅までお願いしました。バジサムントオナラゴアル、hopefully。 電話してますね。はい、結構ありますよね。ニューヨークのタクシーとか7割方なんか電話してる気がする。いやー、ロンドンパークレーンホテルめちゃくちゃ良かったですね。ということで、まあ、10分ぐらいですかね、寄られたいと思います。ではパディントンの駅に着きました。はい、ということで今ね、そこでタクシー降ろしていただいて、こちらのね、ステーキハウスでフィッシュ&チップスがね、あのメニューありましたんで、ここでちょっと高そうですけどいただきたいと思います。では行きましょう。では入りました、アンガスステーキハウス、こちらのお店です。フィッシュ&チップス、ちょっと大きさを聞いて、そんなに大きいようだったらもうこれだけでいいんですけど、まあ、それであんまり大きくないよっていうようだったら、ちょっとね、ハンバーガーをいただこうかなと思います。ちょっとステーキ屋さんなんですけど、ステーキね、ニューヨークでいただきましたんで、それでいきたいと思います。じゃあちょっと店員さんを呼びましょう。それでは来ました、フィッシュ&チップス。やっと念願のフィッシュ&チップスですね。はい、めちゃくちゃ大きいです。念願叶いました。はい、ということでいただきましょう。いやー、嬉しいですね。店内がね、冷房ガンガンで、ね、めちゃくちゃ寒いんで、ちょっと上着を着ました。いや、本当にフィッシュ&チップスっていうのはあれなんですね。はい、まあ、これポテトもついてるんですけど、本当にこのフィッシュが上にドドンと乗ってるんですね。ということでいただきましょう。一応ね、ケチャップをもらいました。ちょっと初フィッシュ&チップス、どうなんでしょうか。お、タラですよね、確かね、うまく取れない。ではまずそのままいただきます。おいしい、おいしいです。だからイギリスはそんなに味がみたいな話を聞きましたけど、全然そんなことないです。非常においしいですね。これタルタルトをつけていただくのかな。タルタルつけ、あ、タルタルつけても美味しいですね。まあつけなくても美味しいです。本当に揚げたてでめちゃくちゃ熱いんで、いや美味しいですね。実際ね、ポテトが結構大量に敷き詰められてるんで、ポテトもめちゃめちゃ熱いです。いや、これは美味しいですね。いや、ちょっと想像以上に美味しくて大満足ですね、これは。まあ入ってるのはね、こんなもんなんで、ちょっとあとちょっとゆっくりバタバタで出てきてしまったんで、いただきたいと思います。いやー、念願のフィッシュ&チップス、
これはレギュラーウォーターに注文しました。多分これは無料じゃないかということで、あと1杯目いただきたいと思います。ということでレストラン出ました。合計 18.5 ユーロぐらいでしたね。2,300円ぐらいでしょうか。でね、本来ね、レストランってあのチップがイギリスの場合は 10% から 15% ぐらいね必要なんですけども、ここねサービス料が込みみたいでチップないみたいですね。はい、サービス料込みですみたいな感じでチップの欄もなくて、あ、ないんだっていう感じでしたね。ちょっとびっくりでした。ということで、もう目の前は駅なんで、ヒースローエクスプレスのねチケットを買っていきたいと思います。まあちょうど良かったですかねってことにしてくださいあのチケットの買い方とかもねお見せできるかなと思いますんで、今回ね私買っておりませんので、あのブースっていうかあの販売機みたいなので購入したいと思います。これがチケット売り場っていう、まあチケット券売機っていう風になりますんで、ここで買いましょう。私が入ってきたのは今インフォメーションがあるあの裏から今入ってきましたね。ということでこちらで買っていきたいと思います。では買っていきましょう。ヒースローエクスプレスね、はい、合ってますね。でまず日本語を選んで、あ、もう日本語できたらもう全然大丈夫ですね。片道一番安いので OK ですね。で大人1人25ユーロ高いですね。はい、これで確認で、レシートはいりますか、はいにして、でタッチ決済がねありますんで、タッチでいけるんじゃない。OK です。出てきました。こんな感じでチケット出てきましたんで、これで OK ですね。では行きましょう。ということで、あのね、ディレイしてるということで、ここら辺で待っててくださいっていう話でした。ですので、まあ、電車が来るまでね、これちょっと待ちたいと思います。まあ、こっちはね分かりやすいですね。ヒースローエクスプレスのねこの紫色のマークがね至る所にありますし、このチケット、まあ今買った券売機があるんですけど、この周りにもねあのヒースローエクスプレスの店員さんが非常にたくさんいますので、あのマークのついた服を着たね、ですんでまあ分かんないってことはないですし、まあ分かんなかったらね、まあ制服着てる人に聞けばまあ分かると思います。ということでスターランスゴールドはねどのぐらいパワーを発揮するかちょっと試してみたいと思います。まあ勝手に乗って勝手に乗るだけらしいですけどね。はい、ということでちょっとね電車待って、あ、開きましたね、行きましょう。ということでコーナーに入ってまいりました。すごい、やっぱりこの駅めちゃくちゃでかくていいですね。はい、こんな感じになってます。今ねあのダダッと入ったんで流れに合わせて入ったんですけど、ね最初と最後だったかな、あのファーストクラスが設定されてるのは。ですんでどこら辺に行けばいいのかな分かんないから前の方に行きましょうかね。もう止まってる列車が非常におしゃれですね。はい、ということで、まあ、まだね列車は来ておりませんので、もうしばらく待ちたいと思います。いやーかっこいいな、てかでかいですね。はい、めちゃくちゃでかいです。ではね来ました。大丈夫ですね、今回はヒースローエクスプレスちゃんと書いてありますということで乗っていきたいと思います。で先頭とね一番最後の車両にこのビジネスクラス、ファーストクラスがね設定されているそうですので、もう私はね最後の方の車両に乗りたいと思います。書いてあるかな、何にも書いてないな。あ、書いてある、書いてある、わかりますか皆さん、ここにビジネスファーストって書いてありますね。ということなんでこちらに乗り込みましょう。いやー嬉しいですね、前回乗れなかっただけにこれは自動で開くのかな、あ、自分で押すパターンですね。よいしょ、このボタンを押します。はい、で乗り込みましょう。よいしょ、あ、こんな感じになってるんだ。はい、ではちょっとここにスーツケースを失礼して、こんな感じになっております。私だけみたいですね、こんな感じになります。で
で座席はねこんな感じで、はい、4名席とこちらに2名席と。で私のスーツケースはそこに置きました。でねこの電源がねちゃんとここに、これはこっちが AC で上が USB ですね多分、はい、でそれが両サイドに使える感じになってますね。ということでこちらがねスタイランスゴールドだと乗れる、ビジネスファーストクラス席ということで、はい、シートにもね高級感があって非常にいいんじゃないでしょうか。いいですよね。まあ15分なんですけどね、はい、でもされど15分ですね。でこっちにもコンセントあるんですね。あ、もう一席一席に全部コンセントがある感じですね。っていうことなんで進行方向はこっちかな、はい、じゃあこの座席で行きたいと思います。でちなみにね、特にねなんか購入したりとかねとかそういうものはなくて、駅員さんがもしね来たらですねこの ANA のね私はスターアライアンスのゴールドカードのあのなんですかステータスカードですけども、これとチケットを見せるという感じになっております。ですので特にね店員さんにこっち乗っていいですかみたいなそういう会話ではなく、まあ勝手に乗って聞かれたら見せるみたいな、まあそういった感じになります。まあ聞かれるのかな、まあでもどんな感じになるのかちょっと知りたいんで、できればね聞きに来てほしいんですけども、一応ね改札は一緒なんですよね。ですのでちょっと聞きに来るかもしれないですね。一応ここの方はね多分10ユーロだったかな、ちょっと値段は分かんないですけども、うん、確かね そのぐらい高かった気がします、一般の席よりね。はい、ということでここの席でロンドンヒースロー空港まで行きたいと思います。いやいいですね、うん、なんかビジネスファーストって名前を聞くだけでいい気がする一応よいしょ、こんな感じですごいさりげないけど読書灯もついてるんですね。はい、ということでまあ私以外にねここの席を利用している方はいらっしゃらないということで、スタイランスゴールド持ってる人あんまりいないのか、まあこの特典自体もねあんまりメジャーじゃないんでね、まあ、知らない方も多いでしょうね。はい、ということで15分間ね楽しんでいきたいと思います。ということで今ね駅員さんが確認しに来ました。もうスタイランスゴールドカードね持ってればスタイランスゴールド OK みたいな感じで利用することができるっていう風になりますんで、ステータスカードだけね準備しておいてください。まあ多分ねクレジットカードとかにもねスタイランスゴールドって入ってると思うんで、まあ、クレジットカード等々でもね大丈夫だと思います。ということで15分で、楽しんでいきたいと思います。先ほどね動いたばっかりって言った形になります。ではね15分間楽しんでいきたいと思います。ではね、ターミナル2-3っていうねところの駅に着きました。ここからね私今回ねターミナル4なんですけども、昔はね昔のブログの記事とかをね読むとヒースローエクスプレスね確かターミナル4直結してたと思うんですけども、今してないのかなちょっとよくわかんないですけど、ひとまずねこのターミナル2-3で電車に乗り換えてターミナル4にアクセスするみたいな、まあ、そういった感じみたいですね。というのでちょっと今ね乗り換えホームにね来ましたので、このままね乗っていきたいと思います。いやビジネスファーストクラスシートねめちゃくちゃ良かったですね。ぜひヒースローエクスプレスで利用する方、スタイランスゴールドね持ってれば乗れますのでぜひ利用してみてください。ということでもうちょっとしたらね電車来るそうなので乗っていきたいと思います。それでは電車乗りました。このヒースロー空港っていうのはターミナル移動はね非常に面倒みたいですね。ちょっといろいろ調べたんですけども、ターミナル4だとこの2-3ターミナルに来て移動するみたいな、でヒースローエクスプレスは2-3と5しか止まらないんで、この4だとねこういった感じのルートで行かなきゃいけないという感じですね。でターミナル1はもう閉鎖されてるんで2-3-4-5しか今運営されてないみたいですね。はい、ということでいやね乗り継ぎが全然良くなくて、今ね4時17分なんですよ。私何時になったかなヒースローエクスプレスっていうぐらい時間かかってるんで、いやー前もって行った方がいいですね。はい、私ねもう空港のチェックインカウンターの前でねちょっと待ってもいいかなぐらいのね時間の余裕を持ってきたんですけども、
良かったですね、はい、こんなに電車が来るで電車が動くのにも時間かかるんですよね。この電車もねなかなか動かないのかもしれないですね。はい、ということで早めに来た方がいいですね本当に。まあ今日のフライトはね夜8時ということであと4時間ぐらいあるんでちょうどこれで行って3時間半前ぐらいですかね。まあとりあえず間に合いそうなんで良かったですけども、電車動くまでもうしばらく待ちたいと思います。いつ出発するんでしょうね乗ったんですけどまだ出発はしてないですね。ではターミナル移動してチェックインしていきましょう。でこのヒースローエクスプレスに乗って、まあ、今回ターミナル4に来たわけなんですけども、改札がありますんであのヒースローエクスプレスのチケットはね捨てないようにしといてくださいね。ということで、チェックインカウンター出発ロビーの方にね行きましょう。ということで無事ねヒースロー空港に到着いたしました。今回の動画ねちょっとここでね一旦区切らせていただいて次の都市にね、行きたいと思います。で次の都市なんですけども次はですねローマに行きますということでイタリアねローマの次滞在期っていう風になりますんでそちらもね楽しみにしておいていただければなと思います。ということで今回の動画ねここで一回区切らせていただきますのでまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。今私はロンドンヒースロー空港に来ております。で今回からですねイタリアローマ滞在期ということで今ねまだロンドンのヒースローいるんですけどもここからですね皆さん撮りましたよね IT エアウェイズのステータスマッチ、はい、私もねあのステータスマッチで一番最上級のねエグゼクティブだったかなちょっと覚えてない、はい、あのステータスマッチでねあのゲットしましたので今回はですね IT エアウェイズに乗ってこのヒースローからですねロンドンヒースローからイタリアローマまで行きたいと思います。で私もねこの IT エアウェイズね初めて乗りますのでまたねステータス取ったということでラウンジ等々もね、見れると思いますので、まあ、ここら辺ねどんな感じになってるのかレビューできたらなと思っております。ということでめちゃくちゃ楽しみにしておりましたこの路線行ってみたいと思います。でね今日フライトが夜の8時ということで今ね4時半なのでもしかしたらねあと30分ぐらい待っとけって言われるかもしれないんですけども、まあ、チェックインねしていきたいと思います。ということで IT エアウェイズのねチェックインカウンターを探してチェックインしていきたいと思います。やばいですねやばいすごい人ちょっと探していきましょう。でねこのターミナル4っていうのはスカイチームがね出発してるみたいですね。ですのでここは何航空なんだろう。ここ IT エアウェイズですね。ということでこの辺でチェックインしていきたいと思います。ビジネスクラスチェックインカウンター的なのが多分あると思うんでちょっと探したいと思います。ここに書いてあるんだここコリアンエアですね、まあ、これは ITA なのかなちょっと見ていきたいと思います。ということでこちらですねスカイプライオリティビジネスクラスレーンでチェックインしていきたいと思います。こっちがねすごい人なんでいやーこれは持ってないとやばいですね。はい、ということで私のところはね1人しか並んでませんのでちょっと待ちたいと思います。ということで無事チェックインすることができました。良かったです、はい、ということで衝撃的なことにですね ITA のチェックインカウンターの人がですねITA エアウェイズのステータス自体をね把握しておりませんでした。ですので最初ね手荷物有料だって言われていやめちゃくちゃびっくりしましたチャージって言われてえっと思ってそんなことあるのと思って一緒に ITA エアウェイズのね公式サイトを一緒に見るっていうねなかなか不毛な時間をね過ごしました。いやーよかった無料で。いやーこれね高いんですよアメリカでも30ドルぐらい取れたんで多分1個目でねお金かかったら多分30ドル、まあだから4000円以上多分取られると思うんでいやねこれは良かったです。ということでセキュリティチェック等々ね行きたいと思います。ちょっとねどこなのか分かんないんで行きましょういやとりあえずね本当に良かったです。やばいですやばい今ね3時間前なんですけど
見えますかね。全部並びです。映るかな、はい、多分ねこれセキュリティチェックのレーンなんですけど、おそらくね100人以上並んでると思います。でちょっとねよくわかんないんですけど、ファーストレーンみたいなのは多分ないと思うんですよね。でもここまで来てちょっと戻っていくのもちょっと怖いみたいな、まあ、そんな感じですね。ということでラウンジは使えそうもないですね。いやーやばいセキュリティチェックの列がやばいいやーこれはちょっとやられたかもしれないですね。ワンチャン乗れないまであるかもしれないです。まあ、ひとまず並んでいきたいと思いますけど、流れはね結構流れてるんですけど、でもねこれ 100m 後ろぐらいまで続いてるんで列がやばい。いやロンドンヒースローね、あのもうニュースにもなってると思いますけど、減便を要請するぐらいのねあのあれになってるんですよね今。混雑とその人のあの人手不足でねということなんで、乗れるかな。まあまあまあ最悪もあれですね、あのエアポートにヒルトンホテルあるんで、もう最悪もう取るしかないですね。いやーやばいやばいよ、すごい人だよ。まあ、とりあえず並びましょう。今ですねもう私も30分以上並んでるんですけど、まあ流れはねまあまあいいんですけど、やっぱりね時間がかかりますよね。こんだけ並んだ多分100人以上並んでると思うんで、今ねカサブランカ航空のあのグランドスタッフの方が並んでる人を呼んで先に搭乗させるみたいな対応を取っておりましたね。いやこれは取ってあげないとちょっとかわいそうですよね。あめちゃくちゃすごいですからね。あ先ほどねちょっとどこへまで見せれてるかわかんないですけども、私の後ろの方とかもね6時のフライトで今5時40分ぐらいなんですよ。これグランドスタッフの人が呼びに来なかったら多分後ろの方も乗れないと思うんでね。いやこれはちょっとね航空会社のグランドスタッフの方は呼びに来てあげてほしいですよね。これは本当にすごい。ニュースになってるのはね分かりますね。もう私も完全にねカメラをカバンにしまって今 iPhone で撮ってるんですけど、もう完全にあれですね、もう待ち時間あの待ち体制を取ってます。いやすごい、もうどんどん列が伸びてって、私がさっきね並んだ時はここの建物の裏ら辺でね、はい、並んだんですけども、今もうねあの向こうが空港の入り口なんですけど、こっちか、はい、そっちの奥まで並んでて、今ねポールを新しく立ててさらに列を横にこうねして人が多く並べれるようにしてますね。いやーこれは本当にマジですごいですね。まあ一応流れてるんで私はなんとか乗れるんじゃないかなと踏んでるんですけど、どうでしょうか、うん、もう乗れなかったらヒルトンホテル泊まるしかないですね。見てください今もう外まで並んでるんですね、はい、やばいね。それでは搭乗まであと30分を切りました。まあ、セキュリティゲートはね本当に目の前なんですけど、ここからがまた長いですね。いやー行けるかどうなのか、もうラウンジは無理そうですね、うん、いやーこれはすごいですね。もう待つしかないので待ちましょう。でもこんなになってんだったら多分飛行機も多分オンタイムで飛ばないと思うんですけどね、どうなんだろうな、それがもうちょっとよくわかんないですね。だって私でも相当早い方に並んでると思うんで、私より後の人も相当多いと思うんですよね。とりあえず並びます。それではただいま7時20分でございます。いや丸々3時間かかりました。なんとかあと5分ボーリングタイムまでってことなんで多分間に合うと思います。お手洗いだけしたいんで、お手洗いだけして
搭乗ゲートを迎えましょう。ここヒースローの空港ですけど、もうやってないですね全然。いやー完全な修行でしたね。あ、一番奥かな。でもこんなんでどうなんですかね。一つわかんないのは、こんなんでオンタイムで飛ぶのかって話ですよね。私よりね遅くチェックインしてる人絶対たくさんいると思うんで、そうなったらね絶対間に合わないですもんね。間に合いました、よかった。ちょっとお手洗いだけ行きたいと思います。いやー飲み物飲みたい、はあ、ということでお手洗い済ましてちょっと飲み物をちょっと飲みたいんですけど、なぜか自販がね飲み物何にも入ってないんですよ稼働してんのに入ってないっていうね、稼働しなきゃいいのにっていう。いやねやってないんですよお店が。ここもクローズしてて、向こう入ってるかな。あ入ってるかも。あ入ってる入ってる。自販見つけました。あよかったよかった。はあ、これで、はあ、どうしよう水でいいかな。ちょっと自動販売機でジュースを買おうとしたんですけど、どうやら壊れてるみたい。いやーマジ踏んだり蹴ったりだな。やっぱり搭乗時刻になりましたけど、やっぱりまだ搭乗しないですね。うん、さすがに鬼ですもんね。どのぐらいディレイするんだろう。カタール航空はねずっと待ってるみたいですね。うん、まあ最終便だったらあれなんじゃ。あでもクローズになってる。さっきまでまだあれだったんですけど、あでもまだ人入ってるからあれですね、少し待ってくれてるのかもしれないですね。さあ私のフライトはどうなるんでしょうか。もうね搭乗時間になりました。でももう準備始まってるから、もう搭乗できるかもしれないですね。ということで始まりましたらね搭乗していきたいと思います。いやラウンジ入れなかったのマジ残念です。次回ですね ITU です。せっかくステータスマッチしたのに。まあでも優先搭乗は多分使えると思います。それではねちょっとね飛行機を見に来たんですけども、いや残念ながらですねあれですね、やはりねアリタリア航空のそのままあれですね塗装を使って ITA も運営されてるんですね。まあそりゃそうか、間に合わないですよね。ということで、いやめちゃくちゃ喉乾いたけど自販機が機能してないんで飲み物が飲めないっていうね。はい、ということでちょっとねいつに搭乗開始になるか全然わかんないんで、ここら辺で待っておきたいと思います。ということで水やっとゲットできました。結構離れたところの薬屋さんでね、冷えてないお水。めちゃくちゃうまいです。やっとね搭乗開始したみたいですね。優先搭乗してなさそうですね。はい、まあとりあえず慣れましょうか。あんまりねステータス測定を活かせてない気がしますけどもまあいいでしょう、搭乗していきましょう。ハロー、Thank you. ではね搭乗しました。いや優先搭乗 やってるんだかやってないんだか。一応ねスカイあのビジネスクラスレーンで入りましたけども、まだね あんまり人がいないんで意味がないっていうねまあこんなもんですかね。また次回どっかで使えるといいですね。いやでもチェックインカウンターのお姉さんがデータ測定も全然分かってなかったってのはめちゃくちゃあれでしたねびっくりでしたね。では搭乗していきましょう。ということで無事搭乗いたしました。今回はエアバス320ですね。シートベッドの中はいやーだいぶ汚れてますね。はい、見ない方がいいです。モニターはなしですね。でシートピッチはね結構狭いです。結構狭い、最近ので一番狭いと思いますね。いやかなり窮屈な感じ。はい、拳1個入らないですね。はい、こんな感じになっております。今回ね 15F という座席になっております。はい、窓側をね押さえておりまして、羽がね見える座席になってますね。窓がだいぶ汚れてるのか傷がついてるのか、なんか白く見えますね。はい、でまだね搭乗したばっかりで、実際ねこれがどんな感じでフライト
出発になるか全然わかんないんで、かなり待たされるかもしれないです。ということでローマまでね、約何分のフライトだろうな、そんなに長いとこないと思うんですけども、まあ、多分1時間とか1時間半とかそんなもんだと思うんですけど、フライトね楽しんでいきたいと思います。ということで今ね続々と登場しております。あ、今なんか結構たくさん来た感じですね。はい、まあ、ひとまず乗れてよかったですね。ということでもうしばらく飛行機動くまで待ちたいと思います。ということで時刻はね8時33分です。ということで、もともと出発は8時だったんですけども、先ほどねディレイのメールが来まして8時半出発ということで、まもなく出発するんですかね、どうなんでしょうか。事前にね見た時には結構ガラガラのフライトだったんですけど、今見るとね7割8割ぐらいは入っておりますね。はい、でこのローマからね、じゃあこの、ロンドンからローマまではですね、だいたい3時間ちょっとぐらいのフライトみたいですね。はい、私先ほど1時間くらいって言ったかもしれないですけども、そのぐらいのフライトとなっております。で、ね、座席ピッチは結構ね狭いので辛いですね。はい、しかも結構パンパンのフライトっていう風になってますんで、いや私はまだ日本人だからいいですけど、隣の方とかねめちゃめちゃ大きいこっちの方の人だと思うんで、あの普通に座ってるのが辛そうで、ずっと膝を上げてますね。そのぐらい狭いです座席ピッチが。これはね体格のいい人はねかなり辛いと思いますね。しかもこれで3時間ということで、まもなくドアが閉まるのか、この飛行機も残ってる人を待ってくれるのかちょっと分かんないですけども、私としてはもう早く出発してほしいですけど、でもあれですよね、まだチェックインで並んでる人が多分いると思いますんでね、どうでしょうか、チェックインじゃない、セキュリティチェックか、してます。もうしばらく待ちたいと思います。もう35分になりましたんで、もしかしたら扉閉まるかもしれないですね。どうなるでしょうか。ということで、もう言ってたらドア閉まりましたということなんで、8時36分英国より35分遅れて出発しますね。セキュリティチェックで多分遅くなっちゃった人はもしかしたら乗れてない人もいるかもしれないですね。いやこれはどこの責任なんですかね、これ難しいところですけども、セキュリティチェックは空港だから航空会社関係ないですもんね。隣のエディハード航空とかもめちゃくちゃ待ってくれてましたけど、はい、あとカタール航空とかも待ってくれてましたけど、まあ、こっちも30分遅れてるんだよね、まあ、それでっていう感じなのかもしれないですね。前のね座席の一番左の前の通路側が座席ぶっ壊れてて、あの移動を余儀なくされてますね。このリクライニングが止まらなくなってやっぱダメみたいですね。これはなかなかない体験ですね。さっきね CA の方が直そうとしてましたけど直んなかったですね、まあ、危ないみたいなんで、で勝手に席を移動してる人もいますね。珍しいですね、離陸前に席を移動するっていう人もなかなかですね。それではドア閉まりましたので、もう出発になると思いますね。Case of emergency evacuation, automated escape path, we help you to reach the exits. Leave your belongings behind and move away from the aircraft. In caso di depressurizzazione dell'alloggiamento che contiene le maschere per l'ossigeno.
それでは機内サービス始まりました。コーラとスナック菓子ですね。はい。コーラもね、ちょっと小さめなサイズで、はい、いいサイズですね。あと紙コップと。コーラはね、ちゃんと冷えてるんでありがたいです。ということでいただきます。350のね、缶全部だとね、手洗いに行きたくなるんでね、いいサイズですね。ではいただきます。美味しい。めちゃくちゃ美味しいです。さっき自販で買いたかったの。結局、まあ、冷えてないお水しか買えなかったんで、最高です。離陸してから1時間ぐらいですかね、まあ、機内サービスが始まりました。もうね、離陸した瞬間にね、電気暗くなって、何にもないのかと思ったら、暗い中機内サービスが始まり、今さっき明るくなりましたね。ということで、ただいまね、22時24分ということで、まあ、22時25分になりました。ちょっと私はね、時差を計算してなかったみたいで、もう現地時間は、23時、まあ、12時ぐらいにね、着くというフライトみたいなんですけど、フライト自体は2時間ぐらいのフライト、2時間半ぐらいのフライトなんですね。はい、ということで、あとね、30分ぐらいですかね、今ね、着陸態勢に入るっていうね、アナウンスがありましたので、もうしばらくしたらね、ローマ空港に到着となります。確か、別名がレオナルド・ダ・ヴィンチ国際空港でしたよね、確か。違ったかな。ということで、もうしばらくしたらね、ローマに到着です。ぐっすりでした。それでは、まもなく着陸となります。いや、申し訳ないことにですね、今回のフライト、夜っていうフライトのことを忘れて、忍者レゴをですね、出し忘れてしまって申し訳ない。めちゃくちゃ反射してますね。ということで、飛行機が止まるまでもうしばらく待ちたいと思います。いや、申し訳ないことにめちゃくちゃ反射してますね。ちょっと次回以降の
それでは無事到着しました。ローマ空港です。ひとまず入国してホテルの方行きましょう。いやイタリアも来てみたかったんで非常に嬉しいですね。